んこんにちは。元銀座ホステス婚活カウンセラーの関口美奈子です。今回は女性から連絡が返ってこない7つの心理と理由についてお伝えしていきます。このチャンネルでは恋愛や婚活に関する情報や知識をお伝えしているので、よかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いいたします。今回は女性から連絡が返ってこない7つの心理と理由についてですが、結論から申し上げると、1つ目は忙しくなったということ、2つ目は直前の LINE でやらかしているということ、3つ目は会話の内容に中身がないということ、4つ目は気になる人や彼氏ができたということ、5つ目はもともと気がなかったということ、6つ目は彼氏ずらしてくるということ、7つ目は嫌なことがあって LINE どころじゃないという理由が考えられます。未読スルーや既読スルー、返事が来ないと心配になるし悲しいですよね。気になる女性から LINE が返ってこない、急に無視されるようになったのはあなたが嫌われてしまったからでしょうか。しつこく LINE を送りすぎたり冷められるようなことをした場合は嫌われてしまったのかもしれません。もしそういった覚えがないのであれば、嫌われたという可能性は極めて低いので安心してください。それでは一つずつ詳しく解説していくので、自分に当てはめて聞いてみてください。まず1つ目、忙しくなったということなんですけれども、女性は男性に比べて物事を同時に処理する能力が高いと言われています。でもやることが多くなってきたり、忙しくなってきたら LINE を後回しにしてしまうというのは仕方ないことです。常にスマホをチェックする習慣がない人もいます。私が運営している結婚相談所でも LINE が返ってこない、もう諦めた方がいいですかと相談を受けたりするんですけど、よく聞いてみると送ってから1日しか経ってなかったりします。まず自分が送ってからそんなに時間が経ってないのに悩んだり気にしすぎてる人が多いなと感じます。気持ちはわかりますが、焦らずどんと構えていてください。ただただ忙しいだけかもしれません。2つ目の直前の LINE でやらかしているということなんですけれども、返事が来なくなった直前の LINE を読み返してみてください。誤字脱字や意味不明な文章になっていませんでしょうか。また相手を不快にさせるような内容になっていませんか。あなたは単なる冗談のつもりでも、女性からすると腹立たしかったり傷つけられたと捉えてしまうこともあります。男女では言葉の受け取り方が大きく違うからなんですね。心当たりがある人はすぐに謝りましょう。長引いてしまうと最悪の場合、拒否されたりとかブロックされてしまうということが考えられます。3つ目の会話の内容に中身がないということなんですけれども、好きな人からなら良くても内容のない会話というのを女性は嫌がる人が多いです。彼女と仲良くなりたいのであれば、相手の好きな話題を振って質問したりとか、興味があるということをアピールしましょう。またお互いの関係がそんなに深まってない時には、オープンクエスチョンよりもクローズドクエスチョンを心がけましょう。このクローズドクエスチョンというのは、はいかいいえで答えられるような質問のことです。その方が答えやすいですよね。例えば、〇〇ちゃんどんな食べ物好きなのって聞くよりも、俺は焼肉が好きなんだけど、〇〇ちゃんは焼肉好きみたいな感じで聞いた方が答えやすいです。質問するときはこれをやってみましょう。4つ目の気になる人や彼氏ができたという理由についてです。彼氏ができたらブロックまではしなくても、男性からの連絡を返さないという女性は多いです。叶わなかった恋をいつまでも引きずっているのは時間がもったいないので、前向きに次の恋に進みましょう。5つ目の考えられる理由としては、もともと気がなかったということです。第一関門の LINE 交換はクリアできたけれど、もともと気がなかったから来る LINE に対しては返していたけれど、面倒くさくなってしまって関係を切られてしまったということです。返さなきゃなと思っていたけれど、時間が経ってしまって、まあいいかという風になってしまうんですね。また返事が遅いイコール脈なしという可能性が高いので、あなたに興味がないのかもしれません。特に未読スルーの場合、脈なしと考えられるでしょう。でも女性は気分屋なので、少し期間を置いてもう一回送ってみると返ってくるということはよくあります。6つ目考えられる、この彼氏ずらしてくるという理由なんですけれども、付き合ってもいないのにやきもちを焼いてきたり彼氏ずらしてしまう男性は、女性から非常に受けが悪いです。いきなり上から目線だったり慣れ慣れしくしてしまうと、女性は冷めてしまいます。彼氏でもないのにおせっかいを焼いたり、余計なことは言わないようにしましょう。7つ目の嫌なことがあって LINE どころじゃないということについて解説していきます。これは相手も仕事でうまくいかない時もあったり、生理前でイライラしてたりとか、家族や友達と喧嘩してしまったり、機嫌が悪い時だってあります。本音の話をすれば、男性が考えているよりも女性が男性からの連絡に返事をしないのは、そこまで深い理由はないんですね。とんどがこの7つのような理由であることが考えられます。男性があれこれ悩んで想像していることよりも結構女性の本音にはギャップがあるんですね。返事が来なくて不安で女性に電話をしてしまう方がいますが、これは返信を催促するのと同じように惹かれてしまう可能性があるので気をつけましょう。では返事が来ない時の解決策についてですが、心配するような内容の LINE を送ることが効果的です。この際ふざけたりしないで、ちゃんと相手を心配しているような真面目な文章で送りましょう。また連絡する際は最低でも3日は待ってから送りましょう。先ほどお伝えしたように1日2日なら相手が急に忙しくなった可能性もあるからです。いかがでしたか？よかったら他の動画でもモテる LINE 術などについてお伝えしているので見てみてください。コメントやご意見もいただけたら嬉しいです。